はいどうも、車カルチャーワンソクチューブです。今回は東京オートサロン2024のガズレーシングのブースにお邪魔しております。そして今回ですね、ちょっと特別にですね、時間をいただいて、この壇上には上がれないんですけれども、森蔵コンセプト、こちらをちょっとね撮らせていただけるということなんで、今拝見してますけど、いやめちゃくちゃかっこいいな。私も LBX のクールというねグレード、購入してですね納車マシとなってますが、こちらは 1.6 リッターのターボエンジンを搭載しているということで、特別な装いがされてます。果たしてこれが発売されるのかということですが、これ発売されるんじゃないかと予想したいですね。そしてこのオーバーフェンダーになってますね。これこのまま出んのかな。そしてタイヤ&ホイールですけれども、いかついの履いてますね。でこちらのホイールなんですけれども、 BBS 製の単造アルミホイールということで、19インチですよね。これだけでも欲しいなって人もいるんじゃないかと思いますけど、いやかっちょいいな。クールリラックスはですね、18インチまでとなってますので、1インチ大きいタイ&アルミホイールが装着されています。そしてヘッドライト周りとかは単眼の LED になっていて、この辺は多分変わってないと思いますが、このイエローのなんかねアクセントラインが入ってますよね。そしてグリルのところ、そしてサイドのところ、この辺がメッシュパターン、この辺もピアノブラックになっていて、質感も確保されていて、このね大きな穴が開いていると、ちゃんと多分これは空気通ってそうですね。中にちゃんとエアを導入するように作られています。いやこれはちょっとかっこいいですね。 GR ヤリスみたいな勢いのあるいかつさがありますね。 LBX の森蔵コンセプト、ボディサイズは全長4190、全幅1845、全高1535ということで、シャークフィンアンテナはついているんですが、前後が下げられているということで、それでもね 1.55 に収まっている。で全幅も 20mm 拡幅されていますが、それでもね 1.55 のパレットに収まるということで、マンションの立体駐車場のパレット OK なサイズっていうのはね、これありがたいですね。そしてこちらのね、LBX の森蔵コンセプトですけども、こちらイエローのラインとかイエローのキャリパーついてますが、これはまああくまでコンセプトモデルということで、市販化されるときにこの辺がどうなるかっていうのはわからないんですけども、いやこれこのまま発売されるか、もしくはオプションとかでもこういうねアクセントラインなりしはキャリパーとかあると良いですよね。ぜひねコメントで発売はよというふうに言っていただければ、中の人も見てると思いますんでね。そしてこれ中は全然見れないんですけど、シートベルトとかもちょっとイエローになってますね。これも実際どうなるかは分かりませんが、これね中のも見てみたいですね。これちょっとリリースの、映像とかがあったらこう挿入しておきたいと思いますけれども、でシートベンチレーションがつくのかどうかとか、その辺もねちょっと聞いてみたいと思います。この後ねちょっと開発者の方にインタビューできるということで、その辺ねぶしつけに質問してみたいと思います。いやそれにしても LBX 森蔵コンセプトかっこいいですね。これ RR ってついてるのがルーキーレーシングのことだそうですけれども、読み方としては森蔵コンセプトと読むそうです。こちらのレクサス LBX 森蔵コンセプトですけれども、 1.6 リッターのターボ、出力は304馬力、400ニュートンメーターを8速 AT で動かすということで、トルセン LSD とかもつくということで、これはめちゃくちゃ走りはホットそうですよね。やっぱこのオーバーフェンダーの分 20mm 拡幅されてるみたいですね。いやこのフェンダーアーチモールとかめちゃくちゃかっこいいですし、このボディカラーもこれいいですね。そしてサイドの方ですけれども、このサイドロアのところにもこういうブラックのなんかサイドプロテクションモールみたいなついてますが、これ標準のね LBX にはついてませんでしたが、このね森蔵コンセプトにはついているということで、ツートンルーフとね相まって結構こういう引き締まった感じになりますよね。そしてこのねスポークの細いホイールもかっこいいな。それではですね、 LBX のチーフエンジニアの遠藤さん、はい、ちょっとインタビューさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、こんにちは。私も LBX クールご購入いただきましてありがとうございます。納車待ちとなってるんですけど、はい、この LBX の森蔵コンセプトめちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。これは一応なんか市販化の方向で進んでいるということでよろしいでしょうか。はい、今鋭意開発中でございます、はい、これはちょっともうクール発注しちゃったんであれですけど、相当気になるなということで、パワートレインが、はい、これはですね、まあ、これまでなかなかレクサスでやれなかった GR とのコラボレーション企画ということで、パワートレインを 1.6 リッターターボの、まあ、いわゆる GR4 ですね、これを LBX に移植しまして、足場には、まあ、LBX ならではのしなやかな走り、軽快な走りをベースに GR から受け継いだこの
圧倒的なパワーのパワートレインを、まあ、今回分離したモリゾーコンセプトということになります。これなんか見た目的にも結構普通の LBX と変わってますけども、まあ、あくまでコンセプトカーだからなのか、それともこう市販化の時にもこの要素はいくつか生かされるような感じですかね。はい、あの見ていただいて分かるんですけど、黄色い色差しの部分、はい、まあ、ここはあのカスタマイズの部分になってくるんですけれども、それ以外 の, あのフロントフェイス の, あのグリルの形状であるとか、サイド の, あのカラードモールであるとか、まあ、こういうところ、あとリアもそうですね、リアのバンパーとか、ここはもう市販モデルそのものと思って今、ちょっとここからだとリアが見えないんですけども、リアもなんか違うんですね。全然違いますね。あ、それはちょっとそこもぜひ見ていただければ、見てみたいですね。ちょっと後方資料があったらここに挿入しておきたいと思いますけど、いかつい感じになってると。なってます。これフェンダーとかもオーバーフェンダーになってます。これ、これタイヤがですね、ベースのタイヤ225-5018から235-4519にあるホイールのもインチアップしながら幅も10ミリずつ広げたんで、まあ、その分全幅が20ミリ拡幅されてます。でそれをあのオーバーフェンダーで吸収しながらやってるのがこのモリゾーコンセプト。そのやっぱフェンダーアーチモール自体はカラードになってるだけで、そんなにそのこうフィンがついているみたいな、あそこでこう吸収してる感じなんですかね。アーチモール自体もちょっと拡幅されてるんですか。あれはちょっとだけ拡幅してます、ね。なんかちょっといかつく見えるなと思ったのがやっぱそういうところだったんですね。内装とかもなんか専用のものになってるんですか。これは内装はですね、シートをあのスポーツシートの、あの、まあ、レクサスでいう一体発泡のスポーツシートを今回採用させていただいてます。今回こう LBX 買うにあたってですね、シートベンチレーションがないのがすごくお痛恨だったんですけれども、はい、どうも申し訳ございません。これはどうなんですかね。これも今のところはあのつけない前提で開発は進めているんですけれども、まあ、モデルライフの途中でもなんとかできないかっていうのはあの今鋭意開発、声が大きければということですかね。もうじゃあ皆さんベンチレーションつけてくれというコメントをここの動画につけていただいたらあの早くなつくかもしれないですね。なんか納車済みのオーナーに対して例えばそのキントの、アップグレードセレクションみたいな形でベンチレーションとかの後付けはちょっと難しいんですかね。ベースの LBX でっていうことですよね、はい、多分買っていただいたクールですと、はい、あのパーフォレーション穴が開いてないので、そうですよね、だからシートごと変えないといけないという感じになっちゃいますもんね。かなり高額なになるかなっていうのもあって、はい、まあ、でももう一回買い直すより安い値段であればなんか検討したいというオーナーさんももしかしたらいるかもしれない。その辺も含めて、はい、その辺もちょっと検討させて、皆さんぜひコメントを、ね、いただければメーカーの人に届くかもしれませんので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとじゃあこの LBX のモリゾーコンセプト注目のポイントみたいな、ここ見てほしい、オートサロンこれから来られる方ここ注目してみたいなのがありましたら。あのですね、まあ、見た目は見てくださった通り、はい、要は内燃機関ならではのこのいかついグリル、まあ、ここからまあ走りを彷彿させる感じというところと、あとリアもちょっと見ていただけないのが残念なんですけど、テールパイプもデュアルで出て、お、そうなんですね、はい、いわゆるこう、まあ、走りを彷彿させるような外観印象というところも出てきています。それは見た目の部分でも感じられるところなんですけども、やっぱり乗っていただいて音聞いていただいてガソリンの匂い嗅いでいただいてっていうところがやっぱり真骨頂だと思いますので、まあ、なるべく早く皆様にもご試乗いただける準備を我々に進めていきたいなと思ってます。これがなんか限定車とかじゃなくこう、はい、みんなが買えるようなモデルだといいなというふうにちょっと消費者としては期待しております、はいはい、私もそう思います。ここに広報もいるんで、ぜひぜひ皆さん買えますようにというコメントもね、出たら買うっていう方はね、もうぜひ宣言のコメントもいただければと思います。はい、お願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。といった感じでレクサスの LBX の新型コンセプト、モリゾーコンセプト見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。こちらのホットなバージョン2024年夏以降に出るかもしれんということで、注視していきたいと思いますが、もう私すでにクール、ね、発注しちゃって納車もしてなっているんで、もう一台 LBX 買うのはどうかと思いますけれども、すべくは言わずに買えという方はね、ぜひいいねボタン押していただければと思います。ちょっと買うかわかんないですけどね、シートベンチレーションつくまで待ちたい気持ちもある。この他にもね、東京オートサロン2024の動画まだまだ出していきますので、チャンネル登録してチェックしてみてください。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。